奈良財務事務所は今年1月の経済情勢報告で県内経済は一部に弱さが見られるものの緩やかに持ち直しているとして前回判断を据え置きました奈良財務事務所では県内経済の情勢を四半期ごとに判断しまとめています個人消費や生産活動など5つの項目から見た総括判断について 奈良財務事務所は前回10月判断を据え置きました個人消費では去年秋に緊急事態宣言が解除されたことなどによって修学旅行客を中心に観光客数が増加したことから1年3か月ぶりの上報修正となりました生産活動については原材料価格高騰の影響が見られる一方で世界的な半導体不足などを背景に 半導体製造装置関連の受注が旺盛なことから持ち直しつつあると据え置き雇用情勢についても求人が求職を上回っており前回判断を据え置きとしました奈良財務事務所は各種政策の効果や海外経済の改善もあって持ち直しの動きが続くと期待されるが感染が急拡大している状況に注視が必要だとしています